あ、実家に犬いるよみたいな人と結婚したい。婚前契約書？何？カップルが円満な結婚生活を送るために結婚前に作成する契約書で、家事や育児の分担、財産や老後のことから、これをやったら離婚といったことを自由に決められるそうです。なるほどね。何でもいいんだ。だから起きてみたいな感じか。ああ、ね、でも確かに口約束だと忘れちゃうかもしんないしね。うん、あの時言ったとか言ってないとか、うんうん。そっか、こっちが言うだけじゃなくて、うん、向こうの書いてもらうのもできる。そっかそっか、なるほどね。何向こう側に、あなたこうしてくださいねって。僕は絶対何々しま、例えば浮気しませんとかを書かせることもできるってことでしょ？なるほどね、怖いなー。ね、怖い。怖い怖い、でも何でもいいんでしょ？そうだよ、何でもいいんだよ。私は、うん、ご飯を作らなくても怒らないでくださいって書いてほしい。私も書いてほしい。ね、テイクアウトしてきたものでも怒りませんって書いてほしいのと、うん、洗濯もできる限り手伝いますって書いてほしい。土日に朝早く起きたら洗濯機を回しましたのも書いてほしい。細かい。いや、書いてほしい、書いてほしい。でしょ？あと、うん、子供ができたら土日はどっか連れて行きますも書いてほしいでしょ？うん、あと、すごいあるじゃん。ね、お風呂掃除頑張りますも書いてほしいでしょ。だからもうそれもいいよ、一個一個。家事全般頑張りますにしてもらいなよ。家事全般頑張ります。うん。でもそれって言ったら、頑張りなさい、頑張りますって私も書かなきゃになるよね。うん。そういうのもだからバランスだからね。そうだよね。うん。かのこちゃんは？私は、部屋を別々に、うん。うわ、出た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 。これ、本当にさ、夢のないよね。結婚する前から誰かも相手も決まってないのに。うん、なんで一緒にいいじゃんよ。いや、そりゃあさ、和室とかさ、うんうん、そういうところで一人になればいいじゃん。いや、自分の部屋が欲しいの。じゃあさ、大変じゃん。かのこちゃんちみたいに子供が3人生まれたら、子供部屋が3つと、うん、パパの部屋とママの部屋とリビングと和室と。うん、でもそれは、どんなに狭い一角でもいい。自分だけの部屋が欲しいの？自分だけの部屋が欲しい。何するのその部屋で。だって、昼間なんかパパもいないんだからいいじゃん、お家に。なんかすごい主婦みたいなこと言う。ねえ、いないでしょ、どうせ。すごい主婦みたいなこと言ってる。どうせいないんだし、お昼間なんて。いや、欲しいのよ。だからそう、すって言われるから、うん、この話を誰にしても、って言われるから、うん、もう書いてほしい。あとは、あと、あちゃん、ワンちゃんを飼いたい。ああ、兄ずっと言ってね。ワンちゃん飼ってくださいって。良きタイミングでワンちゃんも飼いますって書いてほしい。あ、なるほどね。一緒にお世話。そう、ワンちゃんのお世話は僕が率先してやります。あーちゃんに。待って、飼いたいけどお世話はしてほしいってこと？率先して、あーちゃんにちゃんと教えますって。あーちゃん飼ったことないから、教えてほしい、どうやって飼うの。だって、アーリンの結婚の条件、今まで犬飼ったことある人だったよね。そう。あ、実家に犬いるよ、みたいな人と結婚したーい。実家に犬いるよ、みたいな人と結婚したーい。そうだよね、これさ、頼んでばっかりだよね、さっきから。確かに。私がやることを、いつも笑顔で、温かくお帰りと言います。でもさ、ちょっと機嫌悪い時だってあるじゃん。いや、でもお帰りだけはちゃんと、お帰りって言う。いや、言える？わかんない。なんなの？ダメだよ。でも、書いたら結構守んないといけない。でもやっぱさ、ほら、ワンちゃん飼ってる人はみんなさ、帰ってくるときワンちゃんがさ、玄関で待っててくれると嬉しいんでしょ？こう。嬉しい。帰ってきたってワンちゃんが。嬉しい、嬉しい。そう、だからそういう感じで、ワンちゃんみたいにあなたが帰ってきたら、尻尾を振りながら手迎えます。やだ。ねえ、やなんだけど。おかえり。私それできないわ、絶対できない。でも好きな人だったらできるかもしんない。いやー。できない？じゃあかのこちゃんは？できないけど、でも、絶対、行ってきますとただいまは言う。絶対に言う。自分が？うん。どんなに、喧嘩しても、イライラしても、自分の機嫌が悪くても、不愛想でもいい、行ってきますとかでもいいんだけど。じゃあ、喧嘩して、もういいっつって、家出てくとき、行ってきます。そう、絶対言う。もうなんなの、ふざけないでよ、行ってきますっていう。ねえ、なんかもう、めっちゃイライラしてて、それはいらっしゃいって言わないといけないじゃん、だって、残された方。違う、それはだって紙に書いてある。あ、それはいいのか。行ってきますと、ただいまは必ず。じゃあ、不愛想なまま帰ってきても、ただいまって。朝喧嘩して、行ってきますって出て、それで帰ってきたときは？ただいま。あと、おはよう。あ、おはようね。おはようって本当に大事だと思うんだよね。ああ、確かに、おはようって言わないとさ、会話次何から始めていいか分かんない時あるよね。うん、急びれちゃって。そう。あるある。やっぱさ、それは現場でもあるよね。うん。家族だけじゃないじゃん。うんうん。ね、おはようとかさ。でも私、お母さんに、おはようって、
言われて、返してる、返してるんだよ。うん。返してるんだけどさ、朝ってさ、なんか、まだこう、一声も出すってことない時にさ、おはようって言ってくれるじゃん。ちょっと言ってみて。うん、そうするとね、おはよう。うん。ってなんの？ってなんだよ。これさ、この、いや、まずベッドの中だったの、うん、ってのもわかるけど、起きてるんでしょ？で、これ喉でおはようって鳴らしてんの。え？ダメだよ。じゃあもう一回聞いてみて。おはよう。うん。じゃあ、かのこちゃんと結婚する人には言わなきゃ、婚前契約で、うん、あの、おはようは言いますって言ったら、喉では絶対鳴らさないことって注意書き書いてもらうわ。嘘。私から旦那さんにお願いする。そう、私からは、でも喉で鳴らしてるっていうことも理解してほしいって思う。起きて。うん。おはよう。おはよう。なんか何それ、喉で鳴らしてるおはよう。なんか一声目が思うように出ない時があんのよ。ない？いや、喉で言ってて口まで出てこないことあんまりない。ちょっと、おはよう。おはよう。ちかさん、いつもありがとうございます。いいえ。ちょっと待ってね。うん。なんか面白いね。面白い。でも、こういうのでもさ、書いてたら結構キリなくない？アーリンは切りなかったよ。だってもう何個出てきた？結構。あれも、これでしょ？これでしょ？あれも、これ。切りがない、言い出したら。ね。ないね。あれ書いときゃよかったってなっちゃうもん、絶対、後日。ね。で、結局さ、喧嘩の時もさ、だってこれに書いてないじゃんみたいになるじゃん。絶対、絶対言っちゃう、絶対言っちゃう。だから、やっぱ作るのやめようかな。うん、そうね。難しいね。難しいよ。かなこちゃん、ももクロのトップバッターとして結婚してもらいたい。あーしたーい。いや、もう30ですから。いや、私ね、佐々木にもね、同じこと書こう、同じっていうか、いい男の人と出会ってほしいっていう。親かも。え、なんでですか？いや、でもほら、やっぱさ、多分うちらの性格だと誰かが行かないといかないんですよ。そう、本当にそうなんだよね、うちらね。だからやっぱリーダーにそこはさ、いや、やだよこのトップバッター、ドンと言ってもらわないと。だからね、あるとしたら、もうリーダーか最年長じゃない。そうだね。でも最年長にはちょっと期待できないので。できないね。できないので、ここはリーダーに。結婚か。30歳だよ、だって30歳。でも30ぐらいがいいよね。てか、うちら夢があるんですよ。あ、そう。こんなところであれなんですけど。うん、国立の次の夢ですよ。次。ひそかの夢があるんですよね。はい。はい、結婚式同時にするんですよ。バージンロード作りたいの。各色で。で、一回、旦那さん間違えんだよね。そう、間違えんの。あ、間違かった。これ、かなこちゃんの旦那さんだったっていう、コントをしつつ、誓いのキスのとこでやりたい。バイバーイ。バイバーイ。